おっとっと、男梅ツーピーたら、あ、男の子いるじゃん、よく見たら。どうしたの、僕ちゃん。あらららら、アンダーテイルの主人公みたいな顔してるやん。え？タン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 、タン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 。はい、今回やっていくのは、つまり動物の森ってなんか大きくなったね、俺。なんで俺こんなでかくなってんだろう。俺の器みたい。これ乗っていくのかな。はい。え、冒険始まった。これから人生で最高の冒険が始まるよ。そうだろ、チャンドゥ。宝物が君を待つ。はい、時間のこのこのこっこしタンタンチタンタン。A メロ終わった瞬間おばあちゃん出てきた。おばあちゃん、はい、というわけでこんばんは、犬猫です。徹夜してまして、なんでかっていうと、ゼンレスゾーンゼロっていうゲームのミニゲームにハマりすぎて、異世界転生系主人公になるぐらいまで無敵になった俺のキャラ、やばいぐらいまで揃ってあげて8時間やってました。徹夜です。超眠いんでテンション低かったらごめんなさい。じゃあやっていくか。マジで今回は閲覧注意な。1ヶ月前に俺がやったトラウマっていうゲームの作者さんと同じシリーズのゲームです。まあ、どういうゲームかっていうと、地獄の不思議な世界観を体験できるウォーキングシミュレーターです。プレイヤーはマップを歩き回りながら6つのハートを探します。奇妙なキャラクターたちとの出会いや印象的なマップ、そしてこのゲームのために作曲された心を揺さぶる音楽があなたを地獄の底へと誘います。っていうインフルエンザの時に見る夢らしいです。簡単に言えば。始まった？あ？なんだこの音。あ、痛い！やめて！なにこれ？な？え？普通にやめて？え、なにこれ？あ？パックリ？まぶた？かわいい？地獄へようこそ。いらっしゃい。え？世界観わかんな。ゲーム説明9。はい。わかりやすい！このゲームの遊び方。移動は矢印キー、調査は E キー、ハートを探そう、6色集めてバリア突破、脱出。わかりやすい。めっちゃ可愛い癒しゲーなんですけど、これ誰？ゴリラさん。え、話せるの？ようこそ、お嬢ちゃん。一つだけ忠告しておこう。犯した罪を忘れるんじゃないぞ。俺みたいな慣れ果てになりたくなければな。慣れ果て？タイトル回収。メイドインアビス的な感じなのかな。こいつが慣れ果てなんだ。へえ、元人間って感じ。メイドヤビスと一緒なら行くか。はい。うわー、襲われそう。これ敵？敵じゃないのかな、わかんないけど。かわいいワンちゃん。あ、これも人じゃん。こんにちは。ここでは多くの人間が自分の犯した罪すら忘れてのうのうと暮らしている。償いができなければ決してここから出ることはできないというのに。そう、僕もその一人さ。声優うまくね。普通に右行くか。これドアとか入れんのかな。入れるじゃん。うわ、集合体強者の人、おいで。なにこれ、カエルの卵。いや違うな、なんだこれ。奥行ってみるか。奥行けるよ。はい。うわ、すごい、めっちゃ画質よくね。歩き方超違うんだけど。え、奥になんかいる。誰だあいつ。ドラえもんか。僕ドラえもん。ごめん、似てなかった。これ乗っていくのかな。はい。え、冒険始まった。ディズニーのシンドバッドやんこれ。やあみんな、一緒に航海ができて嬉しいよ。これから人生で最高の冒険が始まるよ。そうだろ、チャンドゥ。青い空高く頬を上げて、水平線の彼方を目指して、夢のように光きらめく宝物が君を待つ。こういう時は見失うな、コンパスを信じて。やばくない？どうすんのこれ。あ、死んだわ。どうすんだこれ。え、これ胃の中。青鬼？何この子。話してみよう。宇宙海賊が攻めてきた、一緒に迎え撃ってくれないか。やだ、このままじゃ全滅だ。君の力は必要なんだ、頼む。一緒に戦おう、地球を守るために。え、はいかいいか選ばせてくれん。
マウスで狙いを定めて E キーで弾発射。うわすんごい感度高い。俺今 0.1 ミリくらいしか動かしてないのにめちゃくちゃ進む。なこれどこに敵いんの。しかも左上の15が敵の数なんだろうな。上下あなんかいる。構え撃てー撃てません。あ、E キーかこうか。はいあ、ナイスめっちゃいるじゃん。なんか死に飼いみたいな顔してるな。なんだあれ。あ、割とエイムガバガバでもいけるな。撃てー意外と射程長い。この武器強いぞ。えいからのえいからのえいからの危な、めっちゃ近寄ってきてるじゃん。ごめんね、画面用意する人。画面用意する人はどんまい、そのまま寄ってください。こいつとお前で終わりだー。ここ本当に地球なの。終わりじゃない。なんだまだいるってこと。いなくね。うわーこれゼルダのやつで見たことある。ハートの器だ。あ、これでいいの。また来やがったの宇宙海賊でも再び迎え撃つぞ。もういいもういい、帰っていいっすか。帰ろ。これがもしかして集めたハートってやつか。前回やったトラウマと同じ感じだね。いろんな部屋に入って通り抜けた。え？まあでもこいつらも元人間って感じなのかな。俺みたいな、わかんないけど。はっ、こーわ。どうしてそんなに目が赤いの。ドライアイ。これどうすればいいんだろう。遊べばいいのかな。サッカーし挙動やばすぎだろ。サッカーしようぜ。おい、この子と遊んだらクリアとか。そういうわけじゃなさそうだな。じゃあ一回帰るか。はい。あれ違うドア入っちゃったかも。なんだこれ。ナビゲーターロボです。この先巨大なカメレオンにご注意ください。巨大なカメレオン、あれなんかいるね。尻尾見えてんね。なにこれ、モンスター。カメレオン、うわモンスターだー。狩るか。狩れないか、さすがに。ご注意くださいってことは食われるってことかな。近づいたら、まあ近づくんですけど。何なんだ、すんげえ目チカチカする。あ、どこ、マジ迷子。今俺どこにいる。あ、こっちから来て。あ、あ、あ、あん、あ、なんか穴ある。穴があったら入りたい、入りたい。うわ、なんかいる、ゾンビだ。こんにちは、僕はアーティストだ。ここに来る前は誰かに認められることが嬉しくて絵を描いていた。でも今は自我をつなぎ止めるために絵を描いている。だけどそれも限界が近い。頭の中が真っ白になってきているんだ。大変そう。え、自由に追いかけをしよう。え、なんでもいいの。リクエストある。ちいかわ、ちいかわ行く。わわわー、よるやっほー。うわー、びっくりした。何、俺が今頑張ってチーカー書いてんのに。え、意外と上手くて、くさー。え、ハートきた。まあまあ時間制限があったってことでご愛称、ご愛称、お愛想。これで終わりでいいの。ハート調べるものは何もないか。帰ろう。帰りに絶対なんかさっきの女たちが襲ってくるパターンでしょ。なんで俺これ帰ってきた。あ、なんか奥にドアある。なんだあれ、さっきあったっけ。俺じゃなきゃ見逃しちゃうね。急に雰囲気変わった。何これ、絵画みたいな何この少年、顔怖くね。でもいいね、日光浴びてて俺と違ってビタミン D が生成されていい感じ。俺ね、引きこもりすぎてね、全然ねビタミン足りてないんだよね。その代わりと言っちゃうんだけど、毎日ビタミン C のあれ飲んでる。 アプリみたいな。アプリじゃねえよ、サプリだよ。びっくりした、反応遅この子は何もないんだね。おーい、スカートの中覗いちゃうよ。あ、喋れる。アベや、アベっすチュルチュルミャーボー。はぁ、アベし、何語喋ってたんだガチで。もっと可愛い言葉喋れよ、おぎゃーとか。ここ行ったよね、ついこっちか。あ、喋れる。だんだん心、間違えた。だんだん人間だった頃の記憶が薄れている気がするんだ。それだけじゃない、姿や形も。よく見て、鏡見て。人間じゃないよ、もう。人間というより、なんだろうな、ピクミンかな、違うかな。はい、なんだこれ。泣かないで。これマジむずい。なんかすごい、ちょっと動かしただけでめちゃくちゃ動くんだから。
わ、これ感度高いわ、これこうしてこうしてこうして、何これ、脳みそがドッグフード食ってる。美味しい？そうでもない。ドッグフード食ったことありますか皆さん。僕のお母さん食ってたんですよね昔。実家で飼ってた犬がドッグフード食わなくて、お母さん美味しいよとか嘘の演技で犬騙して食ってた自分が。どういう世界観。入っていいのかな。うわライオンだもうわけわかんねえ。何を食ったらこんな世界思いつく。感度高、画面酔いする人マジでごめん。えわーえどうする。えどうしようね。火を起こし炎でライオンを怖がらせる。川や湖に飛び込んで水を利用して逃げる。3待ってる食べ物をライオンに投げて注意をそらす。4地面に伏せて動かずにライオンが興味を失うのを待つ。5ゆっくりと後退しながら安全な場所に向かう。6泥や草を体に塗って匂いを変えてライオンの興味を失わせる。えどれがいいの。ライオンに会ったことはないんですが、私だったらそうですね、ゆっくりと後退しながら安全な場所に向かいます。あ、なんか違うやつ選んじゃった。地面に伏せておかずにライオンが興味を失うのを待つ。何を選択しても無駄だ、ライオンに食べられるのは待つしかない。は？死んだんかわし。こう言ったら死んじゃうってことね。はい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 。こっち行けばいいのかな。じゃあ頑張れ頑張れ、落ちるなよ落ちるなよ。オッケーオッケー。うまいのかな。最近のドクードとかうまそうだけどね。でもパッケージうまそうすぎてさ間違えて買っちゃいそうになるよね。はい、画質悪っ。寒いってばよ。ホットドリンク欲しくない。どこ行けばいいんだろうこれ。はっ、雪だるまさん。雪だるま作ろう、ドアを開けて。かわいい、エクボみたいなのついてる何見てんねんこっち。女の人もいますと。忘れた方がいいこともあるって分かってる。でもこの悪夢が消えてしまったら私には何が残るのだろう。雨ざらしの歌詞みたいなこと言うじゃん。何これ、なんか美人じゃない。 AV 女優に似てる。そんな見てないですよ言うほど。え、何？あ、俺の視点？俺のことをみんなで見てるの？どういうこと？視聴者ってこと？ 1,2,3,4,5,6,7,8 どうせ8人泣いたことはあるよね。こっち行けばいいのかな。あ、行けるわ。うわぁ、あつ森の BGM 流して。はい、今回やっていくのは集まれ動物の森って。なんか大きくなったね俺。お猿さんもさっきは気味が悪かったけど急にフレンドリー。なんで俺こんなでかくなってんだろう。俺の器みたい。画面外まで行った。首切れとるがな。行きまーす。あ、どんどん小さくなっていく。あ、海に入ると小さくなるから一旦でかくなってって向こう行こうみたいな、そんな感じ。おもろこのギミック。あー、ぶな。これでも行けなくなっちゃうの。あ、ほんとだ行くか。あ、なにこれ、魚。魚集めればいいの。いや、ほんとに癒しゲーじゃん。いっぱい集めた方がいいのかな、これ。はい。おっとっと。男梅 2P カラー？あ、男の子いるじゃん、よく見たら。どうしたの、僕ちゃん。あらららら、アンダーテイルの主人公みたいな顔してるやん。いじめられてない？ほら、アルミホイルの弾投げちゃダメでしょ。何を見せられてんの、俺たちは。え？何？何？これで？なんかいる。マツコさん？マツコさん違うか。どちらかというと朝青龍。腹が減った。一日に必要なカロリーは魚7匹分だってのに、今日はまだ1匹も食ってね。この辺りの魚はもう全部俺は食っちまったのか。7匹集めろってことね。オッケー。こんな食ってうまいのかな。大体こういう派手な魚って美味しくないけどね。はい、7匹。はい、持ってきたよー。食いな。おい、お前、まさか俺のために魚を捕まえてきたってのか。本当にありがとうよ、心の友よ。大したもんはやれねえが、お前を俺の巣に招待してやるよ。え、何があるんだろう。え、騙したなてめえ。なこいつ、いい気でジャンプ。うわあ、お前 USJ でスパイダーマンのコア見たことあるぞ。よいしょ。なにこれ、止まってた方がやりやすいなこれ。どけお前。こいつ攻撃できないの。無理だ、貫通しちゃう。やばいやばい。うわほっ、これで終わりじゃないか。
どうだ、ラスト一発セイ。はい、これでハート3つ半分もらったね。でこっちの部屋が、はい、なんだこのノスタルジックな場所は。入るか。え、うわー、なにこれ。え、普通に襲ってくるんかい。なにこの顔、可愛いんですけど。いつまで逃げんのこれ。あ、こんにちは。あ、俺が今まで集めたハートが飾ってある。これを集めたら地獄の扉が開かれます的な。ハートの数が足りません。最初のエリア戻りますか。はい、あ、じゃああそこは最終的に全部集めたら行こうね的な場所かな。ここ行ったらそうなったんだよね。こっち行くか。ポテイトマン、緊張しないようにみんなのことはジャガイモだと思うようにしましょうみたいなやつあるじゃん、ことわざみたいな。そういうこと。皆さんお集まりいただきありがとうございます。ここ地獄の不思議な世界にようこそ。本日はこの異世界の現状についてお話ししたいと思います。質問があればぜひお寄せください。まず地獄の構造についてです。地獄はいくつかの異なる層に分かれています。それぞれの層は異なる罰と試練を持ち、その配置と設計は非常に計算されており、魂の浄化と再生を目的としています。各層には魂の行為に応じた特定の罰が用意されており、それぞれの魂の構成に向けたプロセスの一部となっております。次に、ありがとうございました。なるほどね、深いね言ってること。久々になんか勉強してるみたいな感じになって、めっちゃ食べたくなった今。頭痛が痛い。うさぎさんだ、月見バーガー食べたくなっちゃった。何してんのこのとこで。こんにちはぴょん。あ、ね、よくこんなねサービスしてあげれるね。あ、やっぱ怒ったよね。うん、わかる気持ち。さすがにイライラしちゃったね。うん、帰ろう。どっから来たっけ俺。ここが入り口だよね確か。右行くか次。ここ、あ、マウスで視点操作。いい気で隠れる、いい気で隠れる。え、タン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 、敵が来るからそうなったらいい気隠れましょう的な話ね。なるほどね、オッケー任せろ俺に。隠れるのは得。痛い。痛い。何、あんな避けなくね。隠れる暇もなかったわ。もう一回やらせろ視点操作。あ、できるんかい視点操作。感度高っ。あいつらがこう徘徊してるからやばいってなって隠れればいいんだね。オッケーオッケーオッケー。やばい、見つかっとるやんけー。どこら辺から目視されないんだろう。ここ、おいー、かかってこいよお前。これでバレたらさすがにびっくり。バレてない、大丈夫。今だ、感度が高い。何なんだこいつマジで。悪魔の使い。ここ地獄っつってたよね。ってことはトガ人、罪人、罪人。うわ、これバレるかも。やべえ、意外と大丈夫。なんか武器持ってったね。よし逃げろ。これでゴールや。はい、和風急に。ようこそ私のチーフ。え、びっくりした。え、びっくりした俺今。鳥肌えぐ。自分の部屋からした声やと思ってめっちゃ焦ってくる今。ようこそ私の小さな部屋へ。ここに来てくれてとっても嬉しいわ。お願い、ずっとここにいて。私と一緒に永遠に遊びましょう。扉も閉めてからあなたはもう私のものよ。お、捕まった。180秒ってことはなんかするんだろうな。ハートを見つけよう。オッケーオッケーオッケー。ハート見つけ、青鬼にしてはちょっとお母さん顔すぎないか。ダルをかけられんの。何この緊迫感のないチェイスゲーム。なんでお前貫通できるんだよ壁。俺も貫通したい。どこにハートあるんだ。マジ見つかんねえ。もっとなんかあるじゃん、このなんか追いかけられてる時の音楽。これじゃないかえぐくない。あ、ハートあった。こっち行くかじゃあ。うわ、なんだ画質悪い急に。なんか忍者みたいなやついるんだけど。何これ、人入ってる。どうして分かったんだ、まさか見つかるとは。お願いだ、助けてくれ。酸素が足りないんだ。筒の先から新鮮な空気を送ってくれ。泡を壊さないようにゴールへ向かおう。あ、これを、なるほどね。昔ウィフィットっていうゲームがあった時さ、なんかこういうゲームあったんだよね。自分のバランス感覚を使ってさ、壊さないように進もうみたいな。やってた人いないかな。めっちゃ思い出したわそれ。危ない危ない。なんだこれ。ああ、こうすると向きが変わるから
やりやすいねみたいな感じか。この棒と泡を見てたらマジでベイマックス。クルクルリンって何だったっけ。なんか名前だけ知ってるんだけど。こっち行って、そのこっち行くと、オッケーオッケーオッケー。あ、ハートあった。え、もう結構集まったくない、ハート。1,2,3,4,5、あと1個じゃん。もう終わるのこのゲーム。キツネさんもいますと。今日も元気、かわいいね。じゃあ左から行くか。はい。え、キツネさん、よし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 、おいで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 。でかいから怖い、やっぱ。いや、こんにちは、何してるんですか。目玉が大きい、宝石みたい。口紅もかわいい。嘘、ごめん、お世辞。鬼なのかな、角生えてるけど。ちょっとメイクやりすぎじゃない。男受け悪いかもよ、それは。ちょっとこれあれ、 TikTok のエフェクト。もう帰る。たまにあるよね、なんか見るだけのステージ。右が本命ね。じゃあこっち行くか。キモー、シンプルな悪口出ちゃった。キモーって。右から行くか。じゃあただいま、これ66秒だよね。左から行くか。じゃあ、え、なにこれ、レインボーブリッジ止められてる。事件は現場で起こってるんだ。こんにちは。はい、鹿の子の子の子腰タンタン、鹿の子の子の子腰タンタン、鹿の子の子の子腰タンタン、つったんたん。メロ終わった瞬間おばあちゃん出てきた。さっきのはフェイスマスクだったってこと。鹿じゃねえし、よく見たら。なんだこれ、鹿かと思った。俺バカだわ。何を見せられたんですか僕は。何、何もないの、これだけ。一番わけわかんなかった。帰ろう、真ん中行くか。じゃあ、はい。あ、戻ってきた、地獄の門へ。1,2,3,4,5、まだ行ってない扉あったのかな。一旦帰るか。まだ行ってない扉何個かあったもんね。はい、ここ行った、ここ行った、ここ、ここ行った。あー、やっぱあるよねこの部屋。あ、待って、人喋れる。地獄は何のためにある。みんな初めは天国に行きたいと願うものだ。でも次第に全てを諦めるようになる。致命的な設計ミスだ。地獄を作ったやつは相当な怒り野郎か、ただのバカだろうね。俺バカだから何言ってるか分かんなかった、ごめん。あら、かわいい。 BGM 変更しますか。あ前のゲームでもあったよね。いいや、めんどくさい。でも結構いい BGM ばっかりだよね、作者さん。結構センスある、マジで。これは登ったら絶対レアアイテムがあると見た。多分ゼルダだったらハートの器1個分が落ちてるぐらいの、カービィだったらマキシマムトマト1個落ちてるぐらいの、マリオだったら1アップ落ちてるぐらいの、このめんどくささ、一体何が待ち受けているのでしょうか。ん、タヌキさんだ、こんにちは。ここがこの上空で一番天国に近い場所さ。こんな場所に登ってくる物好きは君と僕くらいだね。そんだけ。時間返せ、俺の寿命返せ。タコさん、たこ焼き食いてえな。関東たこ焼き屋さんガチでないよね。あ、いい、こっちか。あ、なんだこれ、急にまともな街来た。地獄とは、ああ地獄だめちゃくちゃな地獄。エミリー、あなたの未来はこの絵のように美しいものでありますように。あ、エミリーちゃんって名前なんだこの子。なんもない、なんもないね。出ていくよ、じゃあ俺、じゃあね。出れた、何だったんだガチで。あれ調べてないドアあったっけ。蓋、ここ行ったよね。あれ、ここ行ったっけ。あ、行ってない、泣いてる、かわいそうに。どうしてそんな泣いてんの。右と左に部屋があったから右から行ってみるか。はい、はい、ふう、マジで熱々だぜ。ってことはハンバーガーの食べ頃ってことだな。食っちまおうかお前を。これ道合ってる、こっちで。なんとなく左に来たけど、お、なんかある。これが最後の段、あ、え、あ、なんだこいつ。おい、お前セロエスパーだ、闇リアル語だ。よく覚えてた俺。よく見たら胸筋の上に顔生えてるじゃん。顔、胸筋の上に顔生えてると思いきや顔じゃなくて腕。なんだこれ、かゆいかゆい、体中がニキビで狂いそうだ。このかゆみをどうにかしてくれ。ニキビ、キモ、ニキビ潰すのキモ。でもニキビ潰す動画よく見ちゃうんだよな俺。何、あ、ぶな、何これ。あ、これ潰しちゃいけないってことね。どうやったらニキビの穴から人の顔出てくんだよ。はいはいはい
はい、リズム天国みたい。トゥトゥルトゥトゥハイ、トゥトゥルトゥトゥハイ、トゥトゥルトゥトゥトゥルトゥトゥトゥルトゥハイ、トゥトゥルトゥハイ、はい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 。楽しかった、意外と。よし、これで全部1,2,3,4,5,6個揃ってる。なんか後ろになんかいない？ラピュタの巨神兵みたいなやついない？この先はエンディングで進みますか。あ、もうエンディング進むか。はい、エンディングを見る。はい、え、どんなエンディングが待ってんだろう。どんなエンディングでもちょっと受け入れられそうだけど、意味わかんなすぎて。なんだこれ、屋上？どういう視点？あ、自殺しようとしてるってこと？タマヒュン、え、誰目線なんだろうこれ。あ、主人公。ダメだよ、死んじゃ。死んだらもうゲームできないよ。どういう終わり方？終わり。どういう気持ちで作ったんこれ、作者さん。自殺したくなっちゃった人はね、俺の動画見よう。下には下がいるんだなって気持ちになれるんで悲しいわ俺が。